ちの息子も霊災で死んだんだ。幻術校様だ。お揃いだぞ。ガルテノはひどい戦いでさ。今から500年前の遠い昔、精霊を恐れ洞穴の暗がりに隠れ住んでいた人々が、長き対話を経て、精霊の許しを経て、森に都を築きました。その都の名はグリダニア。ヒューランとエレゼンは手を取り合い生きてきました。今ではムーンキーパーの方々も少ないながら都に身を寄せ、共に歩んでおります。この調和と協調が苗床となり、大地と豊穣の女神ノフィカ様の御厚を受け、グリダニアという大樹は繁栄を続けてきました。カヌエ様の後ろ、グリダニアの国旗を見てごらん。絡み合う2匹の白蛇はヒューランとエレゼンの2種族の協力を示しているのさ。今の話を象徴するものだ。この誉れ高きグリダニアを、いえ愛すべきエオルゼア全土を侵略戦とする北方のガレマール帝国。私たちグリダニアがこの脅威から森を守るために、グランドカンパニー、ソージャ島を結成して対抗したことは、皆様の記憶に新しいでしょう。グリダニアは森の調和を重んじ、歴史上も侵略者に対して一歩も引かずに戦ってきました。その伝統の通り、ソージャ島は帝国と相対したのです。そしてグリダニアが重んじる調和と協調は、エオルゼア都市軍事同盟の実効化を促し、エオルゼア同盟軍の成立へと導いたのです。ですが5年前、あのカルテノーの戦いが起こりました。この戦いは想像を絶するものでした。多くの戦死者を出したことは事実です。ソージャ島の最高司令官である当主として、私は責任を痛感しています。第7霊災で森は深く傷つき、5年を経た今なお癒え切ってはおりません。森の被害は皆様の生活にも深く影響しています。こんな時だからこそ、皆で手を取り合わなくてはならない。それにもかかわらず、嘆かわしいことに、貧しさに負け盗賊になる者、密猟者になる者が後を絶ちません。そして我らが旧敵イクサル族は、愛も変わらず森に侵入してきては、自然の恵みを奪い、精霊の心を乱しています。第7霊災以降、私たちの故郷グリダニアは不安定な状況が続いているのです。確かに侵入隊は帰国隊も族の討伐に大あらわだそうだ。カルテノーの戦いはとても悲しい戦いでした。あの戦いで亡くなられた数多くの同胞に哀悼の意を表します。記憶をなくしている連中が誰に哀悼するっていうのよ。
しかしガレマール帝国との戦いはまだ続いているのです。彼らは森に横島なる砦を築き居座っております。ですが国内が不安定な状態では帝国軍を追い払うなど叶わぬ夢でありましょう。私たちは再びグランドカンパニー総社島の下で団結しガレマール帝国と戦わなくてはなりません。カルテノーの戦いから5年、この節目の年にグリダニアの理念、調和と協調を思い出してください。そして今一度皆様の結束を。もう耐える時は過ぎました。悠久の風は私たちと共にあります。赤心の前に道は必ず開けるのです。精霊の導きとともにこの森に平和を取り戻し、次の500年後の子孫にも豊かな森を残せるようにしようではありませんか。カネル様、この森を守らねば。森と精霊の御ために。私はアルフィノという。彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名士たちがどういった主張をするのか楽しみでね。砂嵐が吹く、ウルダハに集いし、熱き魂を持つ者どもよ。ラウバーン様、
このウルダハはその昔ウル朝により建国され交易都市として発展してきた。そして地底と商売の神ナルザルの加護のもと砂の都黄金郷ウルダハとして繁栄してきた。ラウバーン局長の後ろウルダハの国旗を見てごらん。あの絵柄は黒地に金の天秤という意匠さ。天秤の左側には富を表す宝石、右側には力を表す炎が置かれている。これまでウルダハの繁栄は巨万の富を生み出した。5年前のカルテノーの戦いにおいても皆が財と才を投じエオルゼア同盟3として最も多くの戦力を提供した。その結果として帝国軍第七軍隊を打ち破ったのだ。打ち破っただって、一体誰のおかげで今があると思っているんだ。だが多くの兵が帰ってこなかった。彼らの魂がナルザル神の御元にたどり着き来世で幸運をつかむことを祈ろう。かの戦いは結果的に勝利と呼べるものではなかったかもしれぬ。しかし第七零歳後のこの困難の時代、皆が己のことだけを考えるようになっていった。ウルダハの現状を見よ。難民が押し寄せ、貧者がそこら中にいる。それなのに不赦たちは財を投じて助けようとはしない。ぶっ、今のこのウルダハの状況をカルテノーで戦った友達に誇れるのか。ウルダハを不滅隊を信じて散っていった者たちに、お前たちのおかげで平和になったと胸を張って誇れるのか。この地に迫る蛮族アマルジャ族の脅威は相変わらず強く、ウルダハの生命線である交易路を脅かしている。さらにガレマール帝国に至っては一部地域を占領し精錬水などの資源を奪っている。ウルダハの国難は続いているのだ。商人による自治を望む共和派も、王家に忠誠を誓う王党派も、共にウルダハの繁栄を望んでいるはずであろう。この国難こそ勝機であり同時に勝機である。富を求める全ての者よ、武を誇る全ての者よ、黄金郷ウルダハに憧れし旅人や技師、そして冒険者よ。目先の富だけを追うのではなく国を世界を見据えよ。今一度七尾女王陛下のもとに結集するのだ。ウルダハを守るグランドカンパニー不滅隊を信じ、私腹を肥やすのではなく不滅隊に投資しろ。エオルゼアの駅はウルダハの国駅である。そして国駅は国民の駅である。もう任せろ、あたいもやるよ。七尾様、苦しゅうない。ウルダハ第17代国王ナナモール・ナモである。わらわから言うことは一つだけじゃ。
ウルダハの宝は金銀でも宝石でもあらぬ、そなたたち民じゃ。民の知恵、民の勇気、民の笑顔、何より民の命こそウルダハの誇る最大の宝なのじゃ。ウルダハの民よ、わらわと共にエオルゼア全土をウルダハのごとく繁栄に導くのじゃ。勝敗は速さと速さが分かつ。全ては永遠なる女王陛下とウルダハの繁栄のために。